さあ今回このエアリティが誕生します。軽いんだけどすごく強いです。さあ何でしょうか。お、アジだこのエアリティはですね、軽くて強い、この相反する要素が本当に高い次元で両立している、スピニングリールですね。もうこの軽さ、この2000番は 145g というすごい軽い、まあ、自重なんですけど、その自重だけじゃなくこの重心のバランスが変わったことによってもっともっと軽く感じるようになりました。その要因がですね、このフロントユニットですね、このローターとこのスプール部分、ここのリールのこのフロント部分、前側が軽くなったことによって重心がより手元に来るので、その持ち重りっていうのが非常にないです。もうすごく軽いです。さあこのベールも新しくなったんですけど、従来のベールよりもなんと 30% 以上軽くなってます。だからこの回した時のこの軽さっていうのも、やっぱりこのベールの軽さっていうのが大きく寄与してますね。でさらにこのベールの角度が微妙にこのラインローラーの方に上がってってるんですよね。微妙ですけどね。そうするとラインがこのラインローラーの方に収まりが良くなるので、トラブルレスっていうのもあります。であとこの丸いところですよね、こういったところにもやっぱり角がないのでラインがこの辺りに、まあ、巻きついてしまうようなトラブルも、だいぶ少ないので、本当にトラブルレスで快適に使うことができます。でこのエアドライブローター、このエアドライブ、スプール、っていうこの軽さ、フロントユニットの軽さもあって、巻き始めとか止めるときすって回ってピタッと止まる、このレスポンスが非常にいいですね。なので巻き感度がすごくいいんですよ。まあ、アジでも、まあ、メバルでもこうやってリトリーブ中にバイトする、まあ、リトリーブ中のバイトを拾うっていうのはよくあることなんですけど、巻いてる時のなんていうのかな、当たりがすごくなんか手元に来る、すごく分かりやすい。これが重いとこの微妙な重さの当たりっていうのが埋もれちゃうんですよ。でもこのローターの回転が軽いことによって、その微妙なその重さの当たり、コツンとかじゃなく、うんっていう違和感みたいな当たりが取れる、そういうリールになってますね。でこのスプールも軽くなってるんですけど、このドラグもすごく良くなってますね。やっぱライトラインを使う、まあ、ライトスルトゲームなので、まあ、特にこの自分がメインでやるアジングなんかだと、まあ、ルアーフィッシングの中で最も細いラインを使う、まあ、釣りだと思います。そうですね、まあ、1ポンドとか 1.5 ポンド、そういう細いラインを使うんですけど、このドラグの ATD タイプ L っていうものは、まあ、滑り出しも非常に良くて、そうですね、ATD の特徴って、あと思いっきり魚が、まあ、例えば引いた時に粘るんですよ。でその粘るんですけど、そのやっぱライトラインを使うから、その粘りのその数値というか、もうちょっとその抑えてあるんですよね。なので魚が急にグッと張った時にも、ライトラインでもラインブレイクしにくいっていうようなドラグになってます。あとはやっぱりその軽さだけじゃないっていうのが、このまあエアリティの特徴でもあって、やっぱりこのモノコックボディですよね。フルメタルマグネシウムボディにこのアルミのエンジンプレートのモノコックボディなので、要は軽さと強さのもう二刀流なんですよ。もう軽いんだけど強い、だからライトなんだけどヘビーに使えるっていう、これが本当実践ではすごくすごくありがたいですね。